一緒にワークショップをやって、まあ、こんな形でみんなで作って、で作ったらそれを持って帰ってくださいというのが私たちの活動の基本になってます。普通まあ物干しをするときに何かこう縁台みたいなところに出られると思うんですけど、それがないんですね。で大変不便で、特にお年寄りの方は危険なので、私たちはそこをちょっとリサーチをして、まあ、高さなんかも寸法を測ってですね、それでまあこの縁台とは呼んでるんですが、実際にはこうまあ足をそこに踏み出して、それでまあ物干しをされるという、そういうその作業台なんですね。そんなに重いものは軽いのがいいと思います。はい、よかったです。オッケーいいですか。はい、はい、どうも。石巻工房という場所が、まあ、ご縁があって使わせていただいてまして、まあ、そこの、機材ですね、例えばあのテーブルソーと大きな、まあ、ノコギリですとか、ドリルですとかインパクトドライバー、それから大量の木材を全部買いました。今回の実は2週間の滞在だけではなくて、その後ですね、そこを引き継いで、石巻とか、あるいはまあ周辺の女川東松島周辺の方々のために、そこで作業をする、そういうその拠点を、まあ、私はある意味作ったと。で最初のその作業の実例をモデルケースとして、まあ、ある意味その立ち上げたというのが私たちの今回の活動です。ですからその後につなげるために、そういう場所を作って、それからその後につなげるために、そこでまあ何かをやってくれる、一緒にやってくれるような人たちを探しています。